イーストウエストはアメリカ合衆国カリフォルニア州ハリウッドのソフトウェアシンセサイザーの制作会社。同社によるサンプラー音源であるクアンタムリープシリーズが有名。日本での販売はハイリゾリューション。内は日本で発売されていない製品。蒸気製品において異なるグレードが用意されている。ものは収録した音色数、音色クオリティの違い。 収録マイクの位置などである。現行のイーストウエスト社製品を使用するためのソフトウェアエンジン。単体 VST、AU、ルタスに対応し、Windows、Mac いずれも3 2ビット6 4ビット双方のシステムに対応している。最新版はバージョン4.23。当初は動作が不安定で評価が悪かったが、バージョンアップを重ねた現在は、 ある程度改善されている。しかし、読み込みサンプルが大変膨大であるため、パソコンの動作環境は厳しい。製品にもよるが、最低でも 2GB のメモリ、7200rpm 以上のハードディスクか SSD を必要としており、推奨環境は 64bitOS および 8GB のメモリである。これは、近年のパソコンの著しい進歩によって、 高音質を実現することが可能になったことの裏返しでもある。なお、2007年頃まではネイティブインストゥルメンツのコンタクトを使用していた。ありがとうございます。